松ヶ崎駅は、三重県松阪市久米町にある、近畿日本鉄道山田線の駅である。駅番号は、M63。かつては、伊勢線との接続駅であった。1961年まで、当駅は、近鉄の山田線と伊勢線が乗り入れる駅であった。この両線の出自は異なり、山田線は、三宮急行電鉄の路線として、伊勢線は、 伊勢電気鉄道の路線として開業したものである。両社が当地に路線を伸ばしたのは1930年のことで、3級が同年5月18日、伊勢電がそれに先立つ同年4月1日の開通であった。両線は当駅の位置で立体交差をしていたが、どちらも当地には駅を設けておらず、3級が当駅の位置よりの 一に三級松江駅を設けるのみであった。両社は、それぞれ独自に、伊勢神宮への三宮路線を開拓していったが、伊勢電は後に業績が悪化。1936年には三宮に合併され、同社の路線となった。そしてその翌年の1937年、三宮の両線が立体交差する地点に開業したのが当駅である。なお、 当駅の開業と同時に三急松江駅は廃止されている。三急はその後幾度かの会社合併を経て近鉄となり、当駅は同社の山田線と伊勢線とが接続する駅であったが、1961年に伊勢線は廃止されその後は山田線のみに所属する駅となっている。公式には上記住所であり、旧三雲町に所在するが、駅用地は、 松阪市、塚本町にも渡っている。駅名は、旧、松ヶ崎村から命名。松ヶ崎村は後に、松阪市に合併されたため、駅名と、公式な住所が異なることになる。相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅。ホーム有効長は4両。互いのホームを結ぶ構内踏切や地下通路などはなく、上下線別々に改札口がある。 トイレは、伊勢中川方面ホームにあり、男女共用の推薦式。伊勢中川駅管理の無人駅。自動改札機は導入されておらず、ピタパイ効果は専用の簡易改札機による対応となっている。近年における、当駅の1日乗降辞任の調査結果は、以下の通り。三重県統計省によると、1日の平均乗車辞任は、以下の通りである。 松ヶ崎駅の利用状況の変遷を下表に示す。三重県道756号松坂環状線が駅をオーバークロスしているが、これはかつての近鉄伊勢線の廃線跡である。また、この廃線跡には伊勢線廃止後30交通バス近鉄松ヶ崎停留所が存在31系統が通っていたが、これも廃止された。現在は、 松阪市のコミュニティバス、三雲松阪線が代替となっている。ありがとうございます。